はいみなさんこんにちは。水球の佐藤シです。水球の委員会初日が終わりました。はい、お疲れ様です。ということで、初日の結果報告と、えー、次の日の対戦カード、そして委員会の試合を見てて思ったことを話していきたいと思います。では早速結果から話していくんですけど、まず女子から話していきますね。襲、えー、名大学対早稲田17対4で襲名大学が勝ちました。次に、国士官対美アコ水系大学は、 17対5で国士官が勝ちました。そして、新潟産業大学対東京女子体育大学は1対9で東京女子体育大学が勝ちました。女子の明日の対戦カードは日本体育大学と襲名大学です。もうこれめちゃくちゃね、熱い試合になるんじゃないかなって個人的には思ってます。インカルでも日本選手権でも去年の学生リーグでも結構試合してすごい競るんでどうなるか。 楽しみです国士舘と東京女子体育大学は僕はねちょっと想像つかないですね国士舘は総部5年目で東京女子体育大学は結構歴史のある大学だと思うんでもう本当にどう転ぶか分かんないですね国士舘は琵琶湖との対決で17対5で結構点取ってるのでこの得点力が東京女子体育大学で出るのかちょっと楽しみです 次に男子行きたいと思います。男子の試合はね、ほとんどライブ中継で見てました。1試合目の日本体育大学対龍谷大学はちょっと見れなかったんですけど、13対5で、えー、日大が勝ちました。次に、早稲田大学対明治大学は、なんと、11対9で早稲田が勝ちました。はい。これはめちゃくちゃ競ってました。あの1ピリ目に5対2で 明治にピリオド取られてたんですよ。で、これ明治ワンチャンあるんじゃないかなって見てて思ったんですけど、2ピリ目に、ワセダのね、勢いが増して、4対0でピリオド取りました。そこで一応ワセダが追いついたんですけど、で後半もね、かなり捨てりました。でもやっぱり2ピリ目の4対0っていうピリオドの勝負が、ワセダがね、無失点に抑えてたんで、 そこが結構でかかったんじゃないかなって思います。そこで得点取れてれば、明治ももしかしたら早稲田に勝てたかもしんないんで、この試合はも,もう本当に早稲田の勢いのおかげで早稲田が勝ったなっていう感じでした。次に国際武道大学対慶應義塾大学は9対15で慶応が勝ちました。神戸大学対筑波大学は2対23で筑波大学が勝ちました。そしてなんと、 昨日動画でセルと予想してた中央大学対成蹊大学は11対10で中央大学が勝ちました。もうね、これ結果的に言うとペナルティ合戦になりました。それまでの試合はどういう展開だったかっていうともう本当に昨日自分が話した通りだなって思ったんですけどピリオドごとのシーソーゲームになったんですよ。1ピリ目に中央が3対1で取ってでも2ピリ目が 2対1で整形に取られました。次に2対1で中央が3ピリ目取って、4ピリ目に3対1で整形が取ってます。これで同点で、あの、ペナルティ合戦になってしまったんですけど、やっぱり1ピリオドの中で流れをね、止めきれなかったんじゃないかなって思います。どっちのチームもなんですけど。4ピリ目に、まあ、整形大学がピリオド取ってるんですけど、 もう圧倒的にこれ流れつかんだなっていうのがあって、しかも,もう最後、1点負けてたんですね。残り30秒で、整形大学が退水して、中央大学がタイム取りました。で、30秒残ってで、中央が攻めたんですけど、途中でシュート打ってしまって、え整形がタイムを取りました。で、残り10秒前後だったかなあって、まあ、ハーフから誰かが打つっていうか、まあ、パスするじゃないですか。そしたら、キーパーが取って、キーパーがなんと。 シュートを決めて、同点に追いつきました。そこで、ペナルティ合戦になったんですね。流れとしては、中央がね、先行だったんですけど、1番目に中央が打ったんですけど、整形がなんと止めました。で、そこからずっと点入ったんですけど、整形の4番目と5番目が、シュート外してしまって、ギリギリ中央が勝ったという感じになります。もうめちゃくちゃハラハラしました。 明日は筑波大学はその勝った方と戦うんですけどうわこれどっちが来るんだろうってもう本当に焦ってましたね僕も見ててでもこういう試合はなんだかんだ中央が勝つんじゃないかなって心のどっかで思ってたんでもう本と僕としてはやっぱ中央に知り合いっていうか小さい頃からずっと水球やってきた後輩とか、まあ、教わってた指導者の方がいるんで僕はちょっと中央に勝ってほしいなっていうのが。 あっっったたんでで本当買ってよかったです最後に新潟産業大学対琵琶湖成形大学は14対4で新潟産業大学が勝ちましたということで明日のカードについて話していくんですけど男子なんですけど日本体育大学対日本大学、まあ、日大ですねこれはもうバチバチでしょうね日大がここ最近ずっとインカら優勝してるんですけど日大がどうかぶりつくか、まあ、そこはね楽しみです 次に、総計戦です。早稲田対、慶応です。これはもう、毎年競るんですよね、もう。どの試合でも。総計戦では早稲田が勝ってたんですけど、もう本当にどっちが勝つかわかんないです、これは。絶対バチバチになるんで、ぜひ、見てみてください。そして、専修大学と新潟産業大学ですね。専修大学は1回戦目ないんで、今日はまだ試合してないんですけど、明日が1試合目になります。 そこの差はねねちょっっと大きいいいんじゃないかなかて思います、ね、新潟産業大学は今日1試合してるんで、まあ、試合会場の雰囲気とかももう掴んでると思うんですけど先週は昨日の前日練習しかプール入ってないと思うんでそこの差が出てしまうのかなとも思うんですけど一つ注目したいのがどっちのチームも去年のメンバーとほとんど変わんないんですよ去年の4年生が少なかったんでほとんど同じメンバーですね なので、戦術とかも変わんないと思うんですけど、新入生がどれだけ活躍するのかっていうのも、一つの楽しみなので、そこ注目してほしいです。そして最後に、中央大学と筑波大学ですね。今日の試合見てて思ったんですけど、やっぱり中央大学は突破力すごいなって思ったんで、その突破力で1ピリ2ピリって続いたら、まあ、筑波大学も危ないんじゃないかなって思うんですけど、まあ、筑波大学もそうはいかないと思うんで、 このバチバチの試合めちゃくちゃ楽しみです明日勝ったチームがベスト4進出なのでもうこの8チームの試合はもう必見ですほとんど関東の大学なんで知ってるチームばっかりなんですけど去年からシーズン変わってから他の試合はほとんど見てないんで本当にどうなるか楽しみですねぜひどこのチームがどこに勝ってどこのチームが決勝進んで3決いくとか予想してみるのも楽しいかもしれませんのでぜひ 考えてみてください。はい。最後に試合見てて思ったことなんですけど、これはもう僕ほとんどライブ中継見てたんですけど、一つ目に、あれ選手紹介ないんだって思いました。はい。関東学生リーグとか他の大会では選手紹介はほとんどないんですけど、インカレは1試合目からあるっていうのは僕が大学1年生の時に入った時に、え、1ピリ目から選手紹介あるんだってちょっと興奮してたんですよ。高校の時は、 関東大会とか確か3決ぐらいからしかなかったんで僕自身は、まあ、インカルは最初から選手紹介あるっていうのでワクワクしてたんですけど今回は選手紹介なかったんであれなんでないんだろうってちょっと思いましたね今日負けてしまったチームは、まあ、引退の人がほとんどだと思うので、まあ、それはどうなのかなってちょっと思いましたあと今日の試合は全部5分だったんですけど全然そんな感じしなかったですね しばらくイキの試合見てないからっていうのあるのかもしれないんですけどもうなんか何の違和感もなく1ピリ5分が感じたんで明日の試合とかか見ててなんかってくっっ思ちゃうんですかねだって1ピリ8分だったら1試合見てたら1時間ぐらい経つんですけど今日1時間も経ってなかったと思うんで明日はちょっと長く感じちゃうかもしれないんですけどこれ見てる方ちゃんと1試合見てください。はい あとは昨日の動画でも話してたんですけど審判の笛はどうなるんだろうっていうのが一つ僕の中であったんですけど意外となんかそんな新ルールの笛でピッピーって相手ボールになるっていうのはなかった印象なんですけど新ルールで敵ボールになるっていう試合とそうでない試合が結構分かれてたんじゃないかなって思います大学生は今シーズン1回目の試合なんでまあそうなることは僕自身はまあ絶対そうなるんだろうなっていうのがあったんで まあ想定欄やんですけどそうじゃないって思ってた人はさすがにいないかさすがに自分たちもなまってるし審判も自分たち見てないからあんまり分かんないよねって感じになると思ってたんで驚いたフィールだっていうか選手自身はいないんじゃないかなって僕自身は思いますどんな大会もそうだと思うんですけど決勝とか参決とかレベルの高い試合になればなるほどすごい上手い審判が含んで もうどんどん適用されるんじゃないかなって思うんで、そこも注目してほしいところです。という感じで男子も女子も明日どのカードもバチバチになると思うんで、ぜひお時間ある人は全試合見てください。僕も全試合見る予定なんで、はい。ということで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。